よーし、宿題終わり。明日は部活もあるし、学校楽しみだな。あ、そういえば次のバイトのシフトもそろそろ考えなくっちゃ。楽しいし、いっぱい入れたいんだけど、バンドの練習も部活もあるんだよね。やりたいことたくさんあって、時間が全然足りないよ。あ、でもダメダメ。欲張って、あれもこれもってしたら、また体調悪くなるかもしれないし。はぁ、なんで私っていつも、今ってタイミングで体調崩しちゃうのかな。やっぱり、まずは健康第一にしなくっちゃ。あ、スマホで調べれば参考になるサイトとか見つかるかも。検索検索。あ、いいもの見つけた。そんなに待ってないよ。うん、じゃあお昼食べよっか。うん、いただきます。って言いながら、なんでスマホ持つの？まさか箸と間違えたとか言わないよね？そんなことしないよ、写真を撮るだけ。写真？お昼ご飯の？そう。実は昨日、便利なアプリを見つけちゃったの。ほら、これ健康管理ができるアプリ。デザインも可愛いでしょ？本当だ、可愛いね。それで、どんなことができるの？体温や体重の記録に歩数計の機能と、あと、写真を使って食べたご飯とかも記録していけるの。だから写真を撮ろうとしたんだね。うん、でもすごいのは記録するだけじゃなくて、足りない栄養素も教えてくれるってところなの。おまけに美容やダイエットとかのアドバイスもしてくれるんだよ。さらに使えば使うほどポイントが貯まって、景品と交換できちゃうのだ。おお、なんか至れり尽くせりすぎて逆にうさんくさくない？そんなことないよ、ちゃんとアプリ出してる会社のことも調べたもん。ほら、この会社。あ、健康食品を作ってる会社だよね、ここ。 CM とかでもよく見るから知ってるよ。じゃあ結構有名な会社が作ったアプリなんだ。うん、それなら安心かな。でしょ？私、これをうまーく使ってどんどん健康になっちゃおうと思うの。目指せ病欠ゼロ。サキちゃんって本当にすごいね。うん、うん、いつでも前向きなところ本当にすごいと思うけど、私たちもいるんだから、何かあったらちゃんと頼ること。いい？そうだよね。こんなに私のこと思ってくれる幼なじみが3人もいるんだもんね。うん、ちゃんと頼らせてもらいます。分かってるならいいよ。えへへ、ありがとう、しほちゃん、大好き。わ、ちょっとサキ、お姉ちゃんみたいなことしないでよね。だって大好きなんだもん。ちょっと、いちかたちも見てないで助けてよ。んー、どうしようかな。しほちゃん嬉しそうだもんね。そういうこと言うと先が突き上がるでしょ。